はい、星野龍関です。今場所疲れました。お疲れ様でした。どうでしたか、千秋楽で今場所終わって今の気持ちを。はあ、何より勝って勝ち越してよかったし、すごい嬉しいし。じゃあね、あのファンの皆さんにメッセージと来場所への抱負をお願いします。今場所応援ありがとうございました。高月星向けで精一杯頑張りますので、皆さん応援またお願いします。いいですか。なんですかこれ。はい、豊昇龍関でした。はい、大野翔関です。お疲れ様でした。小町はどうでしたか。また出直します。初日はねすごいいい相撲あったよね、阿炎戦ね。初日どうでしたか。いや、もう初日だけでした。なんか言われてましたね、初日に。なんか俺が宿舎ですごいいいねって言ったら、なんか言われてましたけど、その辺はどうでした。そうで、そうでした。すごく調子がいいと。仕切りを変えてから相手に当たりが伝わる、これはいけるみたいな言われてましたけど、勘違いです。ね、頑張ってください。来場所に向けて一からやり直して頑張ってください。もう、はい、じゃあ頑張ってね。ありがとうございます。お疲れ様。はい、ありがとうございました。はい、今場所9勝6敗で勝ち越しました北勝富士関です。おめでとうございます。どうですか、大阪場所振り返って。はい、初めて大阪場所で勝ち越したんで嬉しいですね。あんまり験が良くなくて、まあ、自分の中で苦手意識あったんですけど、まあ、勝ち越せて本当に嬉しいですね。よかったね、それは。もうこれから毎年春は大丈夫だね。もう今年からも大阪強くなったから験がいいよ。じゃあね、また、来場所に向けての抱負とファンの皆さんにメッセージお願いします。15日間応援ありがとうございました。またコツコツ頑張るので、応援していただけると嬉しいです。ありがとうございました。最後、あの大阪でおすすめのなんかご飯とかお店とか。宿舎 の、 あのビッグジョーのステーキをぜひとも食べてください。ありがとうございます。ありがとうございました。北藤関です。ありがとうございます。はい、続いては、阿炎関です。一応本です。え、間違えちゃった。嘘、カットね。一山本関です。お疲れ様です。お疲れ様です。勝ち越しおめでとうございます。ありがとうございます。どうでした、3勝7敗の時は。そうですね、また幕の内で負け越してしまうのかと思ってこうドキドキはしました。そこからの5連勝はい、どうですか、ね、今の気持ちは。そうですね、本当、まあ、新入幕以来の勝ち越しなんですごい嬉しいです。やっぱりカメラ前にちょっと恥ずかしいんですよね。照れちゃったね。はい、じゃあ、 あのカメラの前のカメラの向こうのファンの皆さんにメッセージと来場所の抱負をお願いします。一山本です。今場所は、どうにか勝ち越すことができました。来場所はもっと早く勝ち越せるように頑張ります。北海道どこだっけ。岩内町というところです。岩内町、じゃあ、はい、岩内町のいいところを3つお願いします。海産物が美味しくて、まあ、冬はスキーもできて、もう夏は海水浴もできるというと素晴らしいところです。3つです。はい、一山本関でした。おめでとう、ありがとうございます。はい、離れ駒親方に来ていただきました。15日間お疲れ様でした。島津海がですね、部屋の関取りということで、どうでしたか、今場所島津海は。話もならなかったからね。そう、いや、やっぱり、ね、序盤も2勝6敗でこれはまずいなと思ったんですけどね。他の関取りもあんま良くなかったんで、まあ、なんとかね、新十両だし勝ち越しはさせてあげたいなと思ったんですけどね。まあ結果が出て本当に良かったですけど。なんて声かけたか聞こうよ。なんて、いや、もうそれはね、まず思いっきりやれと、うん、でも自分の相撲を取り切るように心がければ、それはね、もう結果は出てくるもんだからっていうだけかな。今日も本当なんか執念のなんか、ね、ちょっとね、ちょっとやばいなと思ったけどね。あ、解説したもんね。俺もやっぱ見ててね、もうああもうダメだったか、でもっていうところまで行ったけどね、ひっくり返したから、まあ、あれは大したもん、勢いがあるってことでああいう形になったと思うけど、嬉しそうですね。いや、嬉しいよ。だって言っても俺言葉なんですもんね。いや、嬉しい嬉しい。島津海の言葉が出るって言って、嬉しい。誰聞こえよ、これから部屋の目標。部屋の新生離れ駒部屋として今後の目標お願いします。いろんな思いはあるけど、まずは力士がお客さんを魅了する相撲を取ってもらえるように稽古に励んでもらいたいなと思ってますけどね。ありがとうございました。はい、じゃあ行きましょう。パート2、我々のからいつものね、はい、
どうやって痩せてるんですか。だからどうやって痩せたし、また俺も痩せた。それは教えた通り、2人とも痩せてない。痩せてない。いや戻ったけど、はい、最初はね。だからやっぱ油物を控える。やめましょう。今度じゃあ教会の YouTube でダイエット計画やってもらっていいですか。ダイエットレシピ、どういうやつ。料理とかトレーニングとか。料理なんか別にあの餌みたいなもんじゃん。もう餌だから。いやでもダイエット中やっぱあの食事が餌みたいになるもん。そうそう、本当にそうじゃ出なければ痩せないから。まずじゃあ今度あの2人であの離れ駒親方のトレーニング道場行きます。いいですか。それはダメです。なんでですか。秘密トレーニング。いいじゃないですか。またよろしくお願いします。あ、終わった終わった。ありがとうございました。お疲れ様でした。霧馬山関に来ていただきました。15日間お疲れ様でした。15日間振り返ってどうでしたか。いや長かったですね、はい、10番勝っても長いかね。はい、いや結構本当は10番勝ってどんな気持ちですか。いやあの嬉しいです。はい、はい、もうすごく嬉しいです。はい、はい、じゃあね、ファンの皆さんにメッセージと今後の意気込みをお願いします。もう15年しか応援ありがとうございました。ライブショーも、頑張ります。応援よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。霧馬山関でした。はい、玉鷲関です。お疲れ様でした。今場所どうでした、振り返って。まあいいところもあったんですけど、あ、いや結果的にやっぱ負け越した。まだ玉鷲のいいところもっと見せたかったんですけど、まだ5月をまだ挑んでいい結果を取って、あの応援する皆さんに喜びさせてます。よろしくお願いします。我々のね、信じる一緒ですから。そう、どちらの信と、うん、そうなんですか、レバリと、ね、はい、長いね、玉鷲 ね、お二人頑張ってもらおう。頑張ってください。はい、頑張ります。またあのファンの皆さんにメッセージお願いします。片山部屋の玉鷲です。応援よろしくお願いします。今日なんか違うね、いつもキャラは。どうしたの。負け越したからキャラ。そうなんです。はい、クッキング動画もね、なかなかね、クッキングお願いしますね。いや、勘弁してください。みんな楽しみにしてるんで。はい、あの相撲に挑んでします。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、千代丸関に来てもらいました。お疲れ様でした。15日間終わってどうですか。いや、まあ、ちょっと苦しかった場所でした。なんかね、ファンの皆さんにメッセージと来場所からの抱負をお願いします。はい、いつも応援してもらってありがとうございます。来場所は、今場所負けた分、勝つので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。あと1点、ちょっと視聴者さんからの質問で、はい、よく解説で千代丸のお腹に乗ってしまうとか言うじゃないですか、はい、お腹に乗せてる感覚はあるんですかっていう質問来てるんですけど、どうですか。まあ、乗せてる感覚はないんですけど、うまい具合に下に入っちゃうので、まあ乗せてるというか乗ってるって感じですね。はい、あと僕からも言っていいですか。はい、抱き枕ね、人気ですからね、関取の抱いてもらってるやつ。 あ、ありがとうございます。あれ関取から来てるんじゃない、多分って。まあ使ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、豊山関に来てもらいました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ねえ、俺今日支度部屋いるじゃん、今この場所支度部屋入ってたら、なんで最近場所後のインタビュー来ないんですかって。ずっと言ってたよね。そう、なんで来ないんですか。来てくださいよ、来てくだ、もう来いよみたいな。インタビューしろよ、インタビューしに来いよみたいな感じで来たのに、今日は77からの負け越しました。来たのにせっかく、すいません。いや、そうなんですよね、お忙しいのにわざわざ自分がお声掛けしてしまったせいで。そうよ。じゃあ、ファンの皆さんにはいメッセージとライブショー全くなかったね。ライブショーに向かって抱負お願いします。ライブショーは、絶対勝ち越していいインタビューしてもらえるように頑張りたいと思います。お願いします。仲直りしたの。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、裏関来てもらいました。お疲れ様でした。どうでした。ちょっと苦しい相撲続いたと思いますけど、15日間どうでした。いや、苦しかったですね。はい、まあでも最後まで相撲取り切れてよかったです。今日勝ったから。ありがとうございます。よかったです。本当ファンの皆さんすごいね、裏のこと、裏関のこと応援してるんで、ちょっとメッセージもらっていいですか。あ、すいません、今場所も応援ありがとうございました。ちょっと皆さんの声援のおかげで、あの最後まで諦めず戦うことができました。また応援よろしくお願いします。
あと売店いたらね、売店いるんだけど、もう裏グッズ、裏グッズ全部売り切れ。このあれもね、アプリも200いってもらうと。もう300ぐらい200、ちょっと人間じゃないちょっとまあそういうとこ目指して頑張ります。本当にたくさんの皆さんね、あの裏グッズも買ってもらったんで、はい、はい、本当今場所はお疲れ様でした。ありがとうございました。また来場所頑張ってください。はい、頑張りました。ありがとうございました。すいません。